釣り TV YouTube。おはようございます。あなたは一体ここはどこどこ？ここは板川というらしいです。富山大江河川じゃないね。え、富山大江河川じゃないね。あの、今まだ境界線より下なんで、お取り配って上行きましょう。そうですね、ここだと川が深いんで、うん、実はあれがすごいですね。うん、映しましょう。おはようございます。ゲームさんです。秋元さんに言われたんですけど、外人でもハーフでもありません。誰か外人だって言ってる人がいるらしいんです、ね、これから富山大江河川行くんですけど、その前に井田川に寄って、ちょっと吉井さんの小さい養殖のじゃなくて、ちゃんとノアユを取ってから行こうと、井田川でおとりを取ってから行きます。それじゃあ篠崎さん、開始しましょう。はい、はい、イダちゃん、まあまあのやつ。ちょっと黄色も薄いね。はい、釣れた。はい、まあまあのが来たよ。ちょっとあれ、なんか黄色いのね、27、28あんのかな。こいつもちょっと今おとり外しましたけど、ちょっとやばそうかな。ほらほら、でかいね。釣れた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
野山大和河川、寒くてやってられません、釣れない。こんなもんです。ちょっとでかいのもいるけどね、極端に。ちょっと変な声が入るんでやめていただけないか。29.5 だね。今日の一番でかいのはこれかな。やっぱダメだね、でかいっても大したことないよね。どうです、どうです、お疲れ様でした。今日は寒かったね。寒かったも何も、魚も寒かったし、この辺も寒いんですよ。その辺が一番寒いんじゃないかね、まあ、ねでも随分こういうので 見ると反射して光って見えるよ。そうですか。電気に。今日はまあなんかあのそうなんです。ちょっと名前言っちゃいけないんだよ。ピーって呼んだの。あ、ピーになっちゃった。そうだよ。あ、なんかね。富山大和湯河川って言ってください。富山大和湯河川というよりかあの川の宿、川の宿が最終に名付けしいので、こんな割引のお寿司と。結構みんな割引シールがあったんだ。割引のコロッケとこの高級ポテトサラダは割引してありませんよ。じゃあ今日の晩飯です。チェンジ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あまり釣れない富山終わりません。最長は今日、まあ後で動画上げますけど 29.5が、一番でかかったし、100はいませんでした。しのちゃんのもでかいでかいって言ってこんな幅があるのがいたんだけど、測ってみたら 27.5 しかありませんでした。釣果の方はね、大した釣果じゃないです。最初井田川でおとり取ってるんで、うん、まあそこそこ数はいますけど、そんなに釣れませんでした。寒いしやってらんない、震えちゃって。天気予報晴れなのに晴れじゃないんだもん、曇りで途中で雨降ったり。もう見て、このヒーターベスト着てんだから、もう見える。モバイルバッテリーもあるからね、これね。今は電源入れてないけど。ご視聴ありがとうございました。2日目編に続く。寒いよね。寒い。とりあえずご飯食べよう。はい、はい、ご飯です。